あやとさん、あやとさん、はい、始まりました。今日はですね、皆さん、ここのノットメンバーの3人に話聞きたいんですけど、なんでこの3人かっていうとですね、この3人、まあ、僕も含めて、あと金髪の異端児たかしとか、僕の姉のめぐみとか、全員同じ小学校、中学校卒業してるんですね。で、小学校の頃からメンバーのことを知ってるということで、どんな腐れ縁なのか聞いてみたいと思います。どんな腐れ縁か、ちなみに年齢、あの、どことどこが同級生でっていうことだけちょっと説明してくれる？はい、僕と俊也が同級生で、今年が29歳になります。29になりました。もう29だと。もう29になるんだよ。で、ちなみにプロメンバーのたかしも同級生ですね。あいつもアニメで29歳。あ、そう。ちなみにそれは最初どうやって入ったの、宝くん？なんか、俺とたかしがその時同じクラスで。何年生？小学校5年生。5年生で同じクラスになって、それまで全然仲良くなかったんだけど、なんか阿波踊りやってるっていうから近くの体育館行って一緒に見に行ったの。たかしに誘われて見に行った。ああ、稽古ね。稽古、うん、そしたらズルズル20年でかっこいいね。かっこいいじゃん。20年気がついたら20年だ。俺は特に理由はなかった、ね、1年後に入ってきたね。ね、夏一回やって、その後に入ってきた。夏前に入って。そう、夏前に入って、俺その夏後に入ってる。そうあ、そうなの。そうちょっと遅いんだ。そう、ちょっとだけ遅いの。3ヶ月。その夏には出てない。その夏には出てない。あ、そうなの。あ、へー、忘れてるわ。9月ぐらいからこう冬眠期間があって、やっと1年後の夏に初めて出た。あ、なるほど。夏後に入ったのに冬眠してんだって。そう。あで、ほぼ来てない。これね、面白かったのが、その初めて出た夏すっげー覚えてるのが、あの、丘っていうフリやってて。あ、出た出た。で、あ、ちなみに説明したことない。これ説明したあの、その時に、山とか、うん、丘とか、川とか、森とかっていう、こういうその、そういう名前のグループユニット組んだのね。うちの連中の思想がぶっ飛んでるから。そうだね。で、丘だったの。そう、丘だったのね、うん。で、初お披露目みたいな時に、大雨降って中止になったの。丘をやりますよみたいなところで中心になって、すげえ泣いた記憶がある。ああ、いい思い出。なんか、やりたかったみたいな、これで夏終わりかみたいな思ってたら20年経った。そんなことあったんすか。これ泣いたって。森だったでしょ。森じゃなかった。森川でしょ。そうだね。で、川ちゃん川なんか川ってくるの。川じゃあ川はね、あの、あれだった、あの、川って森とかよりもちょっと、あの、年が低い。そうだよね。同い年ぐらいで。そう覚えてる。で、かま、ちなみにかまちゃんはどういうタイミングが入ってるか、年齢違うじゃん。僕27になる。2個下、コージ君の。で、なんで2個下で、でも入った理由は、その当時いた、その友達が、その、まあ、宝箱に入ってたの、うん、その友達が。それで、その友達が、まあ、児童館っていうところでね、よく遊んでたのよ。たくまね。そう、たくま。名前言ってるのが分かんないでしょ。そのたくまくんが、その、いたんだよね。そう、行って、で、なんか、ちょうどね、めちゃめちゃ食いしん坊の時代。はい、はい。もう今もだけど、ね。今もなんだけど。うん、で、そのたくまが、なんかその、阿波踊りやるとご飯が食べる、うん、まあ、おにぎりがもらえるよ。って言われて、本番の時の軽食でもらえる。いや、その本番の時って言われてなかった。はいはいはい。稽古に来たらもらえるよって言われた。はい。で、やった、おにぎり食べれると思って、うん、まんまと、まあ、行ったわけよ。うん、したらもう、みんな正座してる。当時ね、めちゃくちゃ連長が厳しかった。厳しかった。当時マジで連長厳しくて、行った瞬間にみんな正座して、何これっていう状態で、うん、もう気づいたら20年。かっこいいな。気づいたら20年。いまだにおにぎりはもらえてないの、まだ。いや、でも、それが分かったのが、その、初めて本番行った時に共同だったのよ。共同って、毎年ありがたいことに、あの、おにぎりとかもらえるんですよ。それで初めて、あ、ここのおにぎりがもらえる。だいぶタイムラグ。だいぶですね。もらえたならよかった。ちなみにそれは何年生の時なの？僕、ずっと小学校4年生だと思ってたんだけど、コウジ君たち5年生。俺らも。いや、4年経ってるよ。
で、この人たちは6年生。6年生だね。6年生って。こっちが間違えた。こっちが間違えた。あ、俺6年生だった。6年生だった。そうだよね。だから、シュンヤはデビューが中1。あれ？え、中1だったデビュー。俺中1だったの？え、違うよ。だったらさ、あれじゃない？ハッピー着てなくない？そう。衣装、だから、シュンヤは1年だけやる。隣誰がいるか分かんない。邪魔くつけて。あれそうか、俺中1デビュー。いや、え、違うよ。多分俺絶対小6で入ってるって。いや、入ったもん。入ったもん。小6だから同じ年。デビューは。あ、そうだったわ。そう。数ヶ月だけずれた。俺だってビートルヘッドだった時だった。わかんないよ。知らないこのビートルヘッド。ビートルヘッド。大阪はね、大学だけ入ってた。ここだけ入ってて。俺が全部もう。ここ長かった。ここ長い。これ、俺のおかんが、ここ長いのがトレンドだね。ビートルヘッド。ビートルヘッド。そうだね。だった。本当に思いました。本当に。だいぶ分かった。確かに確かに。あれ、なんでされたのかも覚えてないけど。で、6年生の時に2人一緒に入って、当時は4年生だったんだね。そうだ。あれだよね、僕が多分この界隈だって一番早い。早い。で、次の週に。俺より1週間、2週間。だから、次の週にカッシーが入って、その次の週に多分コウジ君が入ったんだ。あ、そうだそうだそうだ。で、その夏が終わった後にシュンさん入った。うん。当時でも、その川っていうところにさ、僕の同級生がまあ4人ぐらい、4、5人いたの。確かにいた。一緒に入ったんだけど、気づいたらいなくなった。いや、そこで言うと、俺も一人で入ってなくて、タカシーに誘われて、まあ4、5人で行って、今一人だっけ、俺。みんなそうだよね。俺も2人で入ったの。誰と入った？誰が入った？誰が入った？あ、そうなんだ。それ知らなかった。中入ったら、残ったら一人。まあでもよく続けたよね。え、今まで辞めたいなって思ったことがなかったの？3人。1000回ある。1000回ある。1000回ある。確かにね。まあ。でもね、なんだかんだやっぱこいつがいたからね。え、俺は一回もない。か、マジで。俺は一回もない。マジで。それはすごいよね。なんでなんで？だってさ、周りの友達辞めてったりするでしょ。でさ、勉強しなきゃいけないとかさ、あの、部活動が忙しいとか、いろいろあるじゃん。うん、でもなんか、辞め、他の人たちはまあ、辞めるとか離れるって選択すると思うけど、なんで辞めないと思うの？俺が宝船背負ってっから。あ、いい話。マジで？でも確かにそういうやつが友達一人いると。確かにね。うん、強いよね。でもなんか、だから、何回か、こう、やっぱ行かない時期も、でも、な、多分夏は全部出てると思うのよ。はいはいはい。そうかも。その、冬眠の時間があるじゃん。うん、ある。その時間も、でも、大体やっぱ、こいつとは保育園から一緒だから。あ、そうなんだ。そうなんだ。だから、大体こいつと会ってる。え、辞めるって思ったことある？俺、中3。行かないけど、もう辞めやしないなみたいな感じだったの、俺。ね、中2か中3の時は思ってる。で、高校生の時は部活が忙しくて、あの、辞めるとは思ってなかった。へぇー。あー、なるほどね。中3の時はもういいのかなと思ってたけど、周りに見渡したらみんないたし。まあ部活とか塾とか、なんか受験とかって、やっぱり、なんか参加できない、練習に参加できないとか、多分それぞれある。うん、でも、こいつは特例。こいつは特例。一回失踪してるから。失踪してます。一失踪してるんですよ。3回ぐらい。やめたいなんて思ったことないけどね。嘘。いや、こいつ、プロメンバー。本当だよ。プロメンバー嘘ついてるから。おお、何その顔。いや、お前。これお前放送されるか、配信されるか。まあ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 。何の嘘。だから一番、あの、いなくなって、戻ってきてやってる自信はあるよ。はいはい。その、良くも悪くも。だから立ち上がった回数も多いってことだよね。そうそう。それは小学校の時から。倒れた回数と立ち上がった回数一応多いね。で、100% こいつが逃げた時に絶対戻ってくると思う。最近思ってたし、最近。最近はね。まあまあ。いや、それは確かに、あの、昔と違って、このメンバー揃ってると、大体例えば、俊也が来なくなった時期は、コウジが説得したりするの。うん。なんか、誰かしら、カマちゃんも誰かしらフォローにしたりとか、そうだね。みんななんかね、それぞれいい組み合わせになってるなと思うよね。やっぱ好きなんだろうね。ここね。当たり前なんだろうね。でもさ、おぉ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 
俺でさえ聖域になってる、入れない。でも6個上に見たことないよ。うっせぇ。それは違う。それは失礼。